券を差し上げます。お答えいただく方はファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。最近話題になっている銀座の対明小学校のある問題について、あこさんはおかしいと苦言を呈されました、はい、その問題とは何でしょうか、はい、1番高級ランドセルの使用、うん、2番豪華すぎる給食、はい、3番8万円のアルマーニの制服の着用、はい、4番膨大な宿題の量、はい、4択です。はい、これはもう、もう問題聞いてらっしゃるね。はい、あれ、もしもし、もしもし、和田と申しますが、あー、こんにちは。こんにちは、福井県のラジオネーム、はい、奥野さん。はい、そうです。あー、こんにちは。よかったよかった、1回で出られて、いや、待ってました。待ってた待ってた、はい、だって何、今妊娠中なので除雪していない道を運転するのは不安で、食料がないので頑張って買い出しに行ってきます。卵と魚が食べたい。だからもう出かけられたのかなと思って。今車が止められなくて、はい、今大渋滞ですね。あら、福井は大渋滞ですか。ねえ、雪でね、立ち往生も大変だったんですけど。奥野ちゃん、はい、本当に卵と魚食べさせてやりたいわ。そう、生物が食べたいです。野菜とか、はい、娘以外の問題がね、なんか豪雪でね、はい、道が動かないところみたいですね、はい、もうスーパー行ってもないってことですね、つまりね。ね、そうですね、もう空っぽなので。空っぽ、あら、福井も大変なね、まあ、少しずつ、はい、戻ってきたんですけど。なるほど、ラッキーですね。じゃあその勢いでいきます。今の問題の答えは何番？3番アルマーニ。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね。はい、わーわーわー、卵買えます。いや1万円です。福井は本当に積もってんですか、そんなに。はい、福井はそんなに雪が積もってんですか。そうですね、もう身長を高いところがありますね。あ、まあね、あの、でも海沿いとまた山沿いと違うって言いますけどね、うん、本当に妊娠中っておっしゃってるから、もう気をつけてね。あ、ありがとうございます。美味しいもの食べてください。はい、頑張ります。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、軽い声で、ね、卵が買えますと。卵が買えます、はい、可愛らしい、はい、奥野さん見事1万円ゲットでした、はい、以上クイズ和田オネアでした。